ありがとうございます。今日はこの中品の心拍なんですけど、シャリの豪快な木でして、これを針金をかけていきたいと思います。はい、じゃあまず早速この木の紹介というか、まあ、解説をしていきたいんですけど、今現在ここでこの木は正面として作られています、うん、で人によってはこの反対側の方がいいという風な方もいてですね、その水水の、ね、動きも見えるので、私はちょっと今回こっちで、作っていきたいなと思います。今の現状ネックなのが少し足元が見えないということで、うん、まあ、全体的に幹の様子がわからないので、まあ、ここがドンと目立って、ただ足元がよくわからない状態なので、ちょっと角度をつけてこれぐらい起こして、まあ、この辺の足元が見えるように針金をかけていければなというふうに思います。こっちの場合ですと、まあこの水水の動きがよく見えていいんですけど、若干このストレートが気になるというか、でこれを下ろしてきてもいいんですけど、シャリの迫力で言うとこっちの方がまあ豪快なのかなというふうに思いますし、上の方ね、この辺の水水の動きもすごく面白い木なので、まあ要はちょっと返るような木、右流れで、で少し起こすことによってこのシャリの迫力ももっと出てくるのかなというふうに思います、ね、うん、この角度でちょっと今回針金かけていこうかなというふうに思います。でこの木は非常に障害いい木でして、少し伸びてるところもありますので、その辺も詰めながら針金かけて少し葉っぱの量も落としていきたいなというふうに思いますね。わかりました。はい、山木ですね。これね、もういい木ですよね。花粉症がひどいので、はい、騒音注意で。騒音注意で。はい。閲覧注意。お願いします。よろしくお願いします。はい。はい、私もちょっと花粉症来てるんで。はい。はい。よろしくお願いします。お願いします。固定したと。このぐらいの角度でやっていきます、はい、で構造としては、うん、これが一番の挿絵だというか引き絵だというか、はい、この辺にグッと降りてきて、うん、でこの辺が頭 でこの辺を少し内側に持ってきて、こっちの枝を強調させるために少し、寄せると、寄せていきたいなというふうに思いますね。この木はおそらくここで呼び継ぎしてるんだと思うんですよね、うん、でまああんまり無理は今のところできないんですけど、これが元の枝ですよね。これ、うん、これ後ろのこれ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 、はい、でこっちが新しい枝、これがこれが呼び継ぎしてつけた枝です。結構大きいのやってんだね。ここで、うん、ここがだからつなぎ目ってこと、そういうことらしいです。なんであんまり無理はできないんですけど、まあ、なるべく寄せてこじんまりできればなというふうに思いますね。裏枝とかはどうなんですか、こういう木は。裏枝はまあこういうので作るほかないですよね。そこまで 裏って感じじゃなくて、このまま作っていくような感じだと思いますね。わかりました。まず頭の位置なんですけど、うん、これが頭ですね、はい、この辺で頭を作りますので、これがこう頭になるイメージですね。でこれが挿絵だというかになるので、こういうブロックブロックにしてあげるといいのかなというふうに思いますので、うん、上にかぶってくる枝だと思うんですけど、これって、うん、ちょっと強いんで、じゃあ、うん、ここはこういうふうになればいいんで、今だとこれを下げるにもちょっと長いし強すぎるんで、こう下げるよりかはこの細いやつを使ってあげた方がいいと思うので、うん、下の枝にかぶさっちゃうみたいな、長すぎる。そうそういうイメージ。あんまり喋らないかもしれない。うん、そう、こうこうこうって感じですかね。あ、サンブロックに。あ、こうこうこうで、こう。語彙力を欲しいですね。でこの辺は、はい、飛び出すぎてるん で、うん、でちょっとこれね、この辺も気になるんですよ。この
これ隠したい、うん、と思うんで、ちょっと寄せながらこういうのをうまく使ってこうで、うん、この辺もこうしてくるということですね。はい、こうしか言ってない伝われっていう伝わるわね、イメージが大事ってことですね、まあ、うん、とりあえずはじゃあ枝一本一本整理していきますかね。またから生えてるやつ抜いたり。そうですね。その先端は水芽みたいなことなの？今抜いてるの。ちょっと逸脱した長いやつとかを抜いてあげるといいですね。あと細いひもっぱみたいな。ここでお知らせです。はい。5月の3、4、5、大盆栽祭りが大宮で行われます。第40回記念すべき、はい、大盆栽祭り開催されます、はい、去年の動画見てもらえば分かるんですけど、大規模な盆栽の販売イベントですね、はい、でその大盆栽祭りにあたり出展者、まだちょっと募集があるので、この盆栽Qの方で、募集を概要欄の方に載せておりますので、そこから URL 飛んで出展希望される方は、ぜひご応募くださいと、はい、で応募したからといってまだ決まりってわけじゃなくて、そこから少しあの抽選というか選考みたいなことが行われます。あ、そうなの。そうそう、はい、ちょっとまだ他の人が確定、今まで出てる人の確認とかがあるので、はい、で一応そのエントリーっていう形だけ取らせていただきますと、はい、いうことです、はい、Qさんが募集を担当すること、はい、になったって感じですか。まあ全面的ではないですけど、はい、今までほら電話でとかやり取りばっかりだったんで、ちょっとデジタル化していこうかと、はい、その辺も、はい、まあ、今後参加されるとかこの先続けるためにと、はい、いうことで、僕そこはご協力ということで、はい、入らせていただきます、はい、ぜひともですね、皆さん盆栽の会とか仲間内の人たちと盆栽売るっていうのもね、うん、でそれで自分の木を回していくっていうのも楽しみの一つかなと思うので、その愛好家でもね、一つブース一台持ってもいい、そうそう、楽しいと思うんでね。去年も結構いましたよね。いましたね、うん、だからそういう人たちもいるので、皆さん、お気軽にご参加くださいと、はい、いうことです。はい、終わり。終わり、はい、はい、はい、だっと剪定が、はい、終わりました。まあ頭の方はちょっと作って次第なので少しまだ残してますけども、この辺はさっぱりしたと、うん、のかなというふうに思いますんで、はい、第一にこの太い針金でちょっと寄せる作業が一番、太い針金を使うかなと思います。あとは、こういったような感じで、まとめていくだけになるので、うん、あんまり幹には太いのは巻かずに、うん、あ、そうあのやろうかなというふうに思います。幹巻くのはこっちはそんなに、あんまり巻かないようにしようかなとは思ってますね。やっぱりこれも一応売り物なので、 あんまり作りしないような感じで、うんうん、あの見れるようにしたいので。わかりました、はい、この継ぎ木のところは取っちゃいますね。ちょっと時間が経ってるような感じがするので、もう取っても大丈夫じゃないかな。結構もう食い込み気味だったので取っちゃいました、うん、はい、ちょっとだけ短くしましょうか。前の陣、前の陣、前の陣というか、つながってた。まあ際でまだやらなくてもいいと思うんですけど、ある程度ちょっと、こうするとね、針金もかけやすくなると思うので、はい、構想としては、うん、寄せたいので、何しろ寄せたいんで、一回これ自体こういう風にまず持ってってから、その後こう畳むような感じでこう持ってくるようなイメージですね、はい、なのでちょっと太いやつかけます、はい、これ大変だぞ。太そうだけど、太さっていうよりも何番これ、これは10かな。絡まってるとか、こんがらがってる、こんがらがってるか、やばいね。なるほど、それ全部巻くときにそれを避けてかなきゃいけないんだ。そうそう、巻く方に入った感じしたな、そっから先
こだけ。この避けてやると導線が硬くなるから。そうだね、これ出せばいい。そこから先パケれるかな。通すしかないですね。硬くなるけど足を踏み入れちゃったね。異世界、異世界入ったよこれ。だここで引っ張って、ね、中華やれば。結局先端はかけるでしょ、ここはね、うん、またここの途中からやれば、うん、こうやって経験して、経験してね、成長していってるんです。弱い24歳、ひろたかんた、花水太郎くんですね。花水太郎、今は花水太郎でも将来は日本を代表する盆栽師になるのであった大丈夫かん。一応太く負けましたので、うん、ちょっと若いのかけちゃいましたけど若干寄ったのかなというふうに思いますね、はい、下からちょっと引っ張ってますし、さっき以上に寄ったのかなと思いまして、であとは細かいのをまた寄せ気味に作っていくっていう形ですね、はい、細かいのを今度やっていきます。ここができた感じ、はい、あとはまたここをかけていくんですけど、うん、まあ、ここが1ブロックとして、はい、次ここにもう1個、あそこにもうちっちゃく、はい、でここにもう1個、でこれちょっとこの辺、これが裏に来て、うん、これが頭ですね、はい、でそっちのやつよりこっちの方が下に落とすんですかね。そうですね、うん、6割終わりましたね。6割、はい、2回まで行けそうですか。あ、行けると思います。こことここが出来上がってる感じかな、うん、なんでこの後頭を作っていくというような状況ですね。はい、ランチタイムですね。ランチタイムです、はい、あ、ここが熱くなるんで。23度です。はい、いってらっしゃい。行きます。昼食終わりました。はい、ご飯やっていきたいと思います。天気も良くなってきました。天気もいいっていうか暖かくなってきましたんで、はい、気持ちよく作業できると思います。全然伝わらない。テンション低すぎて。絶好調です。絶好調で、じゃあ続きお願いします。はい、頭作って、頭作って、上くらいまでやるみたいなんでできそうですね。変化を楽しめると思います、はいはい、ちょっと今思ってることが、はい、ここが少し離れすぎているのかなって、まあ、うん、正面はこっちなんですけど、はい、ここから見た時に少し離れすぎているので、はい、まあ、若干寄せられたらいいな、うん、こっちからもなんかちょっとね見えてもいいですよ ね本当は出てきてほしいんですけど、まあ、とりあえず寄せるだけ寄せて、はい、あの一体感が出るようにしたいなというふうに思います。わかりました。気が傷つけないようにします、はい、は網戸の、網戸の隙間を埋めるやつです。埋めるチューブです。はい、
このチューブの中心に切り込みを入れて針金出してですね、向きを保護するためです。はい、ダメ。ちょっと待っていいですか。はい。はい。あと、もっと。はい。おお、やった感じする。これで私もこの木を手がけたと。言えるな。まあ、また後で。はい。ですね。ちょっと。何か。一回これで、あ、もっと寄せるかもしれない。かもしれない。ああ、できた。はい、ちょっと、はい、頭の辺がもっとこんもりしてくればいいと思うんですけど、うん、この辺が多くてちょっとこの辺が透けてるようになっちゃいました。はい、まあ、でもあの次第にこんもりしてくると思いますので、なるほど。でちょっとこの後、まあ、同じ鉢でやると思うんですけど、うん、ちょっと角度だけ調整してですね、はい、仕上げていきたいなというふうに思います。じゃあ次は植え替えで、はい、どこ行くんですか。コンビ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。かぎ忘れました。かぎ忘れてて、ちょっと懸念点。懸念点、ここに陣が、陣というかシャリというかあるんですよ。でこれ多分ね、切らないと入んないんで、まあ、開けてみてなんですけど、まあ、この様子をちょっと前方がね、よいしょ、よいしょ、よいしょ、こうしないといけないんですよね。こう切らないといけない、うん、砂入ってんの、うん、これ形跡、形跡、軽石、軽石なんで、ここら辺をちょっと切っていきます。はい、正面はね、この辺なんですよ、うん、なので、こういう感じかな、とりあえず。もうちょいちっちゃいのであるよね。OK で、もう一回入ります。で、鉢の準備をします。はい。極端に今もいい時期ではないので、うん、そんなに落とさないでできるだけやります。何月とかいいんでしたっけ。ね、もうちょいあと何週間後ぐらいでいいと思うんですけど、3月末ぐらい。そう、ただちょっとね、寒さが来る可能性は なきにしもあらずなんで、うん、あとは去年多分植え替えした木なんで、これは、はい、そんなに切る必要もないですんで。
はい、お疲れ様でした。大体想像通りにはなったのかなと思いまして、はい、角度をまず起こしたっていうのと、はい、で棚をいくつかに分けて作ってあげたんですけど、まあ、ちょっと上の葉の量が少ないのはあれなんですけど、うんうん、次第にあの葉っぱも出てきてコンボになると思いますので、そこは心配しなくていいのかなと思いますね、うんうん、ポイントとしましてはこのシャリを生かしたかったので、うん、少し競るような感じで出してあげたのと、棚ですよね、はい、で水水は奥にしっかり見えますので、うん、ここが正面でもおかしくないのかなと思います、ね、はい、風神か雷神か分かんないけど、こういう衣をこうまとってるみたいなね、うん、あんなイメージ。あれはどちらも清水さんのところにありますけど、その銘の神格は、うん、ちょっと変えたらいいんじゃないですか。雷神グサンとか雷神グサン、ダサくね、ちょっと感じた方あれでしょ。という形で、はい、皆さんもぜひ山木の毎回それ言ってない心拍をやりたいなと思ったら、はい、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。はい、巻きが欲しいと思った方は途中にご連絡を、はい、販売してますんで、これ売り物です。はい、はい、高いですけど、はい、はい、いい木ですね、はい、失礼します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またこれかよ。どうした？あのくねくねしてる。盆栽祭りこの中で来たことない人いるのかな。この中でって視聴者ね。いや、いっぱいいるでしょ。半分は海外の人だよ。あ、そう、日本在日、在日っていうか日本。日本にいる人でも地方の人は来れないんじゃない。来た方がいいですよね。来た方がいいよね。ね、一番盆栽でこうテンション上がるイベントじゃない。多分そうだと思う。ね、盆栽やってて、その僕風とかね、また別の楽しみがあるんだけど、うん、自分の目で、で自分、うん、自分何言ってんだやつ楽しいイベントですね。楽しいイベント、まあ普通に買い物に来るだけでもいいけど、そこでなんか普段会わない人と会ってご飯食べたり。でもそれは最近の、てかここ、うん、ね、1年のあれなんだけど、でもそれでもね、楽しみっていうか、なんもないです。花粉のせいです。絶対違うでしょ。話が全然まとまってなかった。できれば参加する側も体験してほしいなって私はもう、うん、出展する側はね、うん、面白いもん、やっぱり。成立っていうのはお互いのね、価値観があった時に成立するんで、商売って。商売の話ね、うんうん、だから、あ、自分の切ってそういうふうに評価してもらえるんだっていう一つの指標になるわけじゃないですか。確かに、そういうのは面白いですよね、うん、そう。で、売れる場ができると買う本数も増えるじゃない、うん、売れるから、うん、で素材いっぱい買ってきて作って売ってみたいな、売れたお金でまた木を買ってっていう、それがまた楽しいんじゃないかなって。一人だと難しいから買いとかね、うん、お友達のうちでそういうのやったり。お祭り側もね、新しい試みとかやってほしいですよね。欲しいですよね。なんか挑戦的なことをね。変な話、僕らがそれを発案しなきゃダメなんだろうかな。もうあるかもしれない。ね、演習の人たちに。だって出てこないからこれなんじゃないですか。っていうことだと思うけど。出てこないって？何にも。案が？だからこうなっちゃったから。まあしょうがないっちゃしょうがないよね。だってもうそうですね。みんな年配ですから。っていうのは僕らが頑張らないといけないってこと。若い者たちが頑張んなきゃいけないと思います。でそういった動きもちょっとカンタさんいなくなっちゃったけど、今後ちょっとありますので、我々も頑張っていきたいと思います。ちょっとか主役不在ですが、はい